グレンデールの戦い、グレンデールの戦い、グレンデールの戦い、A、バトルオブ・グレンデール、その他に次の故障がある。フレーザー農園の戦い、フレーザー農園の戦い、ネルソン農園の戦い、チャールズシティ交差点の戦い、ニューマーケット道路の戦い、リドルの店の戦いは、南北戦争序盤の1862年6月30日、バージニア州ヘンリコ軍で、 7日間の戦いの5つ目の戦いとして起こった戦闘である。南軍のベンジャミン・フーガー、ジェームズ・ロングストリート及び AP ・ヒル各省省の師団がグレンデールあるいはフレーザー農園の近くで交代する北軍に集中した。ロングストリートとヒルの攻撃はウィルス協会近くで北軍の防御線を突破し、ジョージ・ A ・マッコール准将の師団を崩壊させ、マッコールを捕虜にした。 ジョセフ・フッカー及びフィリップ・カーニー各順将の師団による北軍の反撃で穴を埋め、ウィルス境界道路に沿った撤退中の戦線を救った。フーガー隊の前進はチャールズ・シティ道路で止められた。ストーンウォール・ジャクソン少将の師団は、ウィリアム・ B ・フランクリン順将の軍団により、ホワイト・オークシッチの戦いで送らされた。 南軍の背をフィラス H ホームズ少将がターキー教で北軍左側面に回り込もうとしたが、ジェームズ側の北軍砲艦によって撃退された。この戦いは D 軍にとってジェームズ側から北軍を切り離す最後の機会だった。戦闘後の夜、北軍はマルバーンヒルで強固な陣地を作り上げた。 7日間の戦いは6月25日にオークグラブの小さな戦いにおける北軍の攻撃で始まったが、南軍のロバート・イーリー将軍とその北、バージニア軍が6月26日のビーバーダム、クリークの戦い、6月27日のゲインズミルの戦い及び6月27日と28日のガーネッツゴールディングズファームの小戦闘、さらには6月29日に、 サベージ駅の戦いで、北軍後衛への攻撃と続く一連の攻勢を、メルト、北軍ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍は、急速に主体性を失った。ポトマック軍は安全地帯であるジェームズ川のハリソンランディングに向けて、全軍撤退を継続した。ゲインズミルの戦い後、マクレランは、各軍団に撤退中の経路をついて、明確な指示を残さず、 また副指揮官を指名することもなく、軍隊を離れていた。フィッツ・ジョン・ポーター巡将の第五軍団の大半がマルバーンヒルを占領するために移動し、ポトマック軍の残りの四個軍団は、実質的にその戦いながらの交代を独立して進めていた。大半の部隊は6月30日の正午までにホワイトオークシッチを通過できていた。全軍の約三分の1は、 ジェームズ川までたどり着いていたが、残りはまだホワイトオークシッチとクレンデールの間を交軍していい。クレンデールはチャールズシティ道路とクエーカー道路あるいはウィルス境界道路の交差点にある小さな集落であり、そこからマルバンヒルを越えてジェームズ川に繋がっていた。その朝マクレランは交軍路を検査した後に、馬で南に下り、ジェームズ川の走行艦アセスガリーナに乗り移っていた。 リーは不適切な道路網のためにボトルネックになってしまった撤退中の北軍にその北バージニア軍を集中させる命令を下した。ポトマック軍は守備一貫した全体式がないままに不連続で継ぎはぎの防御戦しかなかった。ストーンウォール・ジャクソンはホワイトオークシッチを横切っている北軍公営に圧力をかけるよう命令され、 一方リーグの大部分約4万5千名は、約2マイル南西のグレンデールで撤退中のポトマック軍を攻撃し、それを二つに割れるという作戦だった。フーガー師団がチャールズシティ道路を3マイル行軍した後で、最初の攻撃をかけ、ロングストリートと AP ヒルの師団が約7マイル西にいて支援し大量攻撃をかけるというものだった。ホームズはマルバーンヒル占領するよう命令された。 7日間の戦いにおける他の戦闘と同様 D の作戦は実行段階でうまくいかなかった。フーガー隊は北軍ヘンリー・ W スローカム順賞師団の後兵が工作した結果としてチャールズ式道路を遮っていた倒木で送らされた。フーガー隊は深い森を抜ける新しい道路を切り開くために何時間も費やした。フーガーは代わりの道を選ぶこともせず、 反撃を恐れていたので、結局は、戦闘に参加できなかった。ジョン・マグルーダー少将は、ロングストリート隊とホームズ隊のどちらを支援して、良いのかけつかねるままに、目標もなくうろついていた。午後4時までにリーは、マグルーダーに、ホームズ隊とリバー道路で合流しマルバーンヒルを攻撃しろと命令した。ストーンウォール・ジャクソンはゆるりと移動し、その日1日を、クリークの北で過ごし、 ホワイトオークシッチを横切ろうとして、フランクリンの第6軍団に弱々しい攻撃を仕掛けただけで、近くに適当な浅瀬があったにもかかわらず、壊されていた橋を再建しようとし、さらには目標の定まらない砲撃戦を行った最近までのバレー方面作戦で、花々しい勝利を得たにもかかわらず、おそらくはその時から続く疲労のために、この7日間の戦いにおける、 ジャクソンの貢献は常に遅い行動とまずい判断で台無しになった。ホームズ隊は比較的経験に乏しい部隊であり、マルバンヒルのターキー橋にいたポーター隊に対して全く前進できず、マグルーダー隊の支援を得た後でさえも、北軍の効果的な砲撃とジェームズ側にいた、砲還アセスガリーナとアセスアルーストックからの攻撃で撃退された。午後2時、D。 ロングストリート及び戦場を視察に訪れていたアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスは馬の背で競技している時に激しい砲弾を浴び一緒にいた2名が負傷し馬が3頭殺されたその地域の指揮官 AP ヒルは大統領と上級将軍たちに後方へ下がるよう命令したロングストリートは自分たちに向けられた北軍の6カ所の 砲台を黙らようとしたが、乗車程の大砲では、不適切であることが分かった。三日ジェンキンス大佐に砲台へ突撃するよう命じ、これが午後4時頃に海戦に発展した。作戦よりかなり遅れて始められたものの、ロングストリートの葬式による AP ヒルと、ロングストリートの各師団の攻撃は、北軍主力の集中を攻撃するというリーの命令に、唯一沿うものにな。 ロングストリートの2万名の部隊は、フーガー隊やジャクソン隊が半径3マイル以内にいたにもかかわらずその支援を得られなかった。南軍は乱れたままの4万名が、グレンデールの交差点を中心に南北2マイルの縁故状に配された北軍に襲いかかり、その矛先は、ジョージ・ A ・マッコール巡将の指揮する第5軍団ペンシルベニアソナイアクシダン6000名が、 守る陣地に集中した。そこはネルソンが所有するネルソン農園の真似し、ウィリス協会の北だった。この農園は、R.H. ネルソンが所有していたが、その前の所有者は、フレーザーという名前であり、地元では、フレーザー農園あるいはフレージャー農園と呼ばれていた。マッコール師団は、ジョージ・ミード巡将の旅団を右手に、トルーマン・シーモア巡将の旅団を左手に、ジョンカイ・レイノルズ巡将の旅団、 ゲインズミルの戦い後、ボースン出地で、レイノルズが捕虜になった後では、セネカジー・サイモンズ大佐が指揮シティを呼びたいとしていた。南軍の三個旅団が、北から南への攻撃に送られた。カドマス M ウィールコックス准将、ミカジェンキンス大佐、リチャード H アンダーソン旅団及び、ジェームズ L ・ケンパー准将の旅団だったロングストリートはこれらの部隊に数時間にわたって、 細切れなやり方で前進するように命じた。ケンパーのバージニア旅団はまず深い森を抜けて突進し、マッコール砲兵隊五個大隊の直前に現れた。この旅団は初めての戦闘経験であり、秩序は乱れていたが懸命に攻撃をかけ、大砲のところまで達し、ジェンキンス旅団の支援もあって、マッコールの主戦を突破した。数時間後には、ウィルコックスのアラバマ旅団が続いた。 南軍の旅団は、ミードとシーモアの部隊から固い抵抗に合い同期には、白兵戦になった。ミードは戦闘中に負傷し、その砲兵隊の一つも捕獲された。マッコールは補強を置く場所を探して、誤って、南軍の前哨戦に、馬で乗り入れた時に捕虜になった。マッコールの側面で、ジョセフ・フッカー巡将の師団、南面とフィリップ・カーニーと、 ヘンリー・スローカム核巡賞の師団、北面が繰り返される、南軍の攻撃を支えた。予備隊とホワイトオークシッチ周辺にいたジョンセジウィック、巡賞師団の部隊が到着して荒々しい反撃の後で開いていた穴を埋めた。激戦は午後8時半頃まで続いた。ロングストリートは事実上その指揮下にあった師団のすべての旅団を投入し、北軍側は前線に、 穴が開けばすぐそれを塞ぐようにそれぞれの部隊が務めた。この戦闘は戦術的に引き分けたが、リーは北軍の闘争を妨げ、マクレラン軍を戦闘不能にするという目標を達成できなかった。ロングストーリートのやり方は、旅団から旅団を細切れに送り出すという粗末なものであり、この戦争の後半で彼を有名にした方法である。 集中した兵力で攻撃するというやり方が取れなかった。リーが描いていたようにフーガー隊やジャクソン隊からの支援も得られなった。北軍の損失は3797名、戦死297名、負傷1696名、不明、または捕虜1804名となった。南軍は3673名、戦死638名、 負傷2814名、不明、または、捕虜221名の損失となりほぼ同数だった、戦死者が、負傷者の40%を超えた。ロングストリートはその師団の4分の1以上を、失った。北軍のミードとエドウィン・サムナー各将軍、及び南軍のジョセフ・アール・アンダーソン、ドーシー・ペンダーと、ウィンフィールド、エス・フェザー・ストン各将軍が負傷した。 6月30日の夜、この日の戦闘を見ることがなかったマクレランは、陸軍省に当てて、電報を打ち、私の軍隊は素晴らしく行動しできることは、すべてやった。我々の誰も逃げられなければ、少なくともこの国に名誉を尽くしたことだろう。私はこの軍隊を救うために最善を尽くす。と言った。マクレランは後に、その援軍が来れば私は、我々の運命を取り戻せると言って、 5万名の援軍を要求した陸軍省はそれを供給する機会がなかった。この戦闘後、リーはこの戦闘で他の部隊が協調できておれば、結果は敵にとって最も悲惨なものになったことだろうと書き記した。南軍の DH ヒル少将はもっと直接に我々の軍隊すべてがフレーザー農園に行っておれば、マルバーンヒルはなかったことだろうと記した。 南軍のエドワード・ポーター・アレクサンダー准将は戦後、この戦闘の後にも先にも、この時ほど商品が手に届く範囲にあったことはなかった。私の個人的感想だが、4年間の戦争で2度、これほど大きな軍事的成功の近くにいたのであり、我々の独立と共に戦争を終わらせることができていたかもしれない。一度目の機会は1861年7月の、 ブルランの戦いの時だった。1862年6月30日の2度目の機会は最善のものだったという印象がある。D はマクレラン軍が安全地帯である川に到着する前にもう一度それを阻止する機会があった。7日間の戦いの最後の日7月1日のマルバーンヒルの戦いだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。